こんばんは、日常演武です。本日は先日行われたスプラスリースでご母が勝ったということで、業務スーパーの業務用チャーハン1キロを食べていきたいと思います。いやー、自分が参加したチームで勝てるか、勝ってくれるって本当に嬉しいですね。まあ残念ながら今回おみこしは乗れませんでしたが、それでもやっぱり勝てたのは嬉しいですか。それではそれをお祝いして早速いただきます。瞬間にじゅわーっと引き寄ってくるこの音が独特やりなぁ。ジューシャー、独特の旨みがいっぱい痛くなる。は1キロあるし、さすがにこれ以上食べたらまずいか。ねえ、なんでこんな可愛げあるいう風にやってるな、自分は。おい、というわけでパクパク食べ進めながらよっ、あのフェス勝ててよかった。もし10回こそおこしも乗りたいだけど、多かったのはいかないんだよ。やめて、今から暗くなってどうする。ああ、やり出がないと。というわけで、あなたも応援あるいは一緒に戦ってくださると嬉しいです。もちろん相手としても歓迎いたしますよ。今回の相手であるチャーハンの評価はこの後。ごちそうさまでした。本日食べたこちらの業務スーパーチャーハンは、口の中で噛んだ瞬間にチャーハンの旨味がじゅわっと広がって、いやすみません、ご飯のところのところじゃ、ここのところじゃないわ、ご飯のふっくらとした食感と、ところどころでくるコーンやグリーンピースのコリカリッとしたし、カリッと間違えたな、したしょっこりっとした食感がとても美味しかったです。で、さらにチャーシューの旨味もしっかり溶け込んでいるので、あなたがチャーハン好きであれば、ぜひ食べてほしい感じですね。で、今回食べたこちらの業務スーパーチャーハンは、本当にチャーハン好きであれば、誰でも食べてほしいと思えるぐらい美味しかった上に、量もたっぷり入っているので、大満足の6点とさせていただきまして、まあ本当はフェスの勝利なので、もうちょっと豪華に寿司とか行こうかなとも思ったんですけども、回転寿司とかだと、もうバカなことするやつのせいで、店内ではやれないですし、今猛暑なので持ちってくるときに、お刺身部分が傷むのも怖いんですよ。で、チャーハン、冷凍チャーハンにしたのですが、やってよかったなと思い、そうそう、バカなことといえば、スプラフェスといえば、先日、自分がライブ配信してたら、なんか、右の方で煽りがしてるやつがいて、って言って、いう動画シーンがあって、そこをショート動画にしたんですけど、まあ、いわゆる切り抜き。そしたらそれにな、高評価とかコメントが結構ついてて、いや、コメントは結構ってことでもないかな。えってよ、ちょっと困惑してるところです。と、これは余談なんです。はい。では、本日の食は、業務スーパーのチャーハンを食べてみた動画でしたが、あなたは食べてみたくなりましたか？そして、スプラスに言えば、来月グランドフェスが開催されますね。あなたは、もし参加されるのであれば何チームで参加するか、すでに決めていますか？自分は、まあ、決めてはいるんですけど、まあ、何チームにするかは、実は今予備赛始まったら公開しようと思ってる、今までのフェスの総集編みたいな動画、編集中ですので、まあ、そちらで発表しようかなと思っていますので、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。そして、チャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武。